はい、次回軟骨移植と鼻腺形成の手術が終わりました。鼻腺形成は大腰腹軟骨の横に張り出している部分を余分な軟骨と軟骨の上の脂肪を切除して、まあ、このボリュームがなくなった分、まあ、今まだ麻酔で腫れてて分かりにくいんですけれど、ここが細くなりました。で、先端に耳介軟骨移植をすることによって斜め下方向に鼻先を出しました。これで取れる。はい。まあ術前の写真なんですけど、まあ鼻先横幅があって団子鼻だったんですけど、まあ細くなって、そこからに見た時も鼻先が潰れてたのが斜め下方向に出ました。違う。斜め下方向にプロジェクションが出て、あと正面撮ってくるね。正面から見てもこのボリュームがなくなった分ちょっと細くなりました。あとはギプスをしておしまいです。ギプスは手術内容とか手術中の出血度合いによってどれぐらい強力にギプスをするか、どれぐらいの期間ギプスをするかなんですけど、そんなに今回大掛かりなことをやってないし、手術中の出血もそれほどなかったので、まあ3日間ぐらい電波スプリントで挟んでおいて、軟骨を切除した部分に余分な血液とかがたまらないようにしようと思います。あんまり長期間ギブスするとギブスの圧迫でそこの皮膚が傷んで褥瘡になったりとか、鼻先は油が多くてニキビができやすいところなので、ギブスの下でニキビが化膿して、皮膚に穴が開いちゃったりとか、そういうことも起こりうるので、ギブスの固定期間が短くて済む場合はなるべく短くするようにしています。今回は3日ぐらいでいいと思います。市販の電波スプリントの上3分の1を切って横幅を補足して、これぐらいの横幅にして、鼻先だけが圧迫がかかれば良いと思います。褥瘡予防のクッションも置いて、あとパロットノーズの予防にもちょっとなると思います。この棒は棒を挟んでスプリントで両側から挟み込んで細くなるようにします。鼻で息ができる範囲内に感じでいいでしょう。はい、すべて終了です。3日後にギプスを外します。で、抜歯は耳と鼻の穴の中1週間後にするんだけれど、ギプスを3日目に外しちゃうともう大きな腫れほとんどないです。で、縫合してある糸も鼻の穴の中と耳の穴の中なので目立たないので、まあこれぐらいの手術だとダウンタイムは3日間ぐらいだと思っていただければいいです。この手術は両方ともそんなに大きな腫れが出る手術ではないです。よし、じゃあいいよ、止めて。